石光秀様御門。是非もなし。織田軍は武田上杉両軍を撃滅した。東方の抵抗勢力を倒し京に帰還した信長は休む間もなく西方攻略に乗り出す。信長は本能寺に寄宿、秀吉を総督とする西国攻略軍に大軍を預け、さらに援軍として明智光秀を派遣する。だが明智軍が西に向かうことはなかった。謀反して本能寺へ押し寄せたからである。ふふ、背き戦い生きるとよい。第5話、本能寺の変。それが云々の望みなら。来たか光秀。是非もなし。うぬがすべて全身全霊をもって信長が受けて立とう。私が敵を引きつけます。その隙に鬼がください。その必要はなし。守りを固め光秀を待ち受ける。この戦、ただ信長が戦国の覇者たるを手に入れるのみ。本能寺を絶え間なく攻め続けろ。敵に逃げる隙を与えてはなりません。信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせた。家計部隊、工作を始めなさい。信長様もろとも全てを焼き払うのです。死ぬことは許さん。生き延びよ。敵将、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。信長様の天下、私は誰よりもそれを望んでいた。だが気づいてしまった。己が望み、己が全てを。信長が召した。見事ね。私をもっと喜ばせる。鉄砲隊前へ。明智が鉄砲傭兵、ここでご覧に入れましょう。敵将、信長が召した。信長様、尊敬いたしております。うちのごとく敵が湧きおるわ。信長様、戦の幕はいずれかの地で引かれるでしょう。勝った者がその死を背負い天下を得るのです。
第6点は信長が修羅とする信長の名を知った。見事ね。私をもっと喜ばせて。諦めません。あえて過酷な生を望んだのですが、その己と己が望む天下を築くのです。さらば移動は俺が直接渡させてもらうぜ。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。敵将信長が召した。見事、私をもっと喜ばせる。やっと見つけたぜ信長。覚悟の上です。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。敵将信長が召した。さすがなるご活躍。フン、信長、お前だけは逃がさねえ。お前を撃たなきゃ俺は救われねえのさ。敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。お前を撃てば俺は。綺麗な手のままでは気づけぬものもあります。己が手を怪我してでも私は私の理想を貫いてみせる。うぬの野望と我が野望、いずれが勝つか。行ぜよ光秀よ、この謀反を楽しもうぞ。なんだ、信長様には指一本触れさせません。第6点の人、信長が修羅とする敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。敵将信長が召した。見事、私をもっと喜ばせる。うかつ、敵将信長が召した。信長様、尊敬いたしております。ふん
これがウヌの望みか。ウヌは信長を憎むか。憎しみではありません。あなたを倒さねば望めぬことを望んでいる。ならば、ここで信長を超えてみせよ。天の使徒信長が姿を見せる。敵将信長が召した。消え失せよ。なぜだ。ぬるいとお笑いになるがいい。だが分かってしまったのです。信長様の天下を見たかったのは誰よりも私であったと。私はこうなることを望んでいたのかもしれない。あなたにこの光秀の死を託してゆけるのですから。信長様、死はこんなにも優しいですが、あなたは生を過酷に生きて。光秀、ウヌの死など託され、死に意味などない。無価値。だが、明智光秀という男の姓の証は、信長が背負うべき価値がある。